中年オタッキーです。もうわかりですかね。またしてもジャンクカメラが送られてきましたので、開封動画をして、ちょっと買いすぎやるって話ですけどね。はい、それではスタートします。はい、早速開けていきますよ。これね、もうあの箱にねハローカーペンって出ちゃって、まあ、宣伝になるのかいいかもしれないんだけど、群馬県しょっちゅう行ってる、群馬県前橋なんですね、ハローカーペンが。群馬県しょっちゅう行ってるのに群馬県から送ってもらうのもなんなんですけどね。まあよいしょ、カメラを愛するお客様へって、うわー、これかさばるやつが入ってるけど、でね、これはカメラじゃなくてこれレンズなんですね。はい、1円落札いたしました。どっちだ、 FL かよっ、 FL、茶は FD だ、 FD50mmF1.8SC です。うん、あのね、わかるかな、このまま使えますね、これね。周辺部にね、ちょっとカビが出てるんですけど、まあ一応分解することは分解するんだろうけど、多分これこのまま使えますね。うん。まあ1円にしちゃいいです。1円にしちゃいいんですけど、ハローカメラ送料が高いんで微妙は微妙なんですよね。はい、まあ、FD50mmF1.8SC。まあまあいいんじゃないですか。はい、続きまして、もう一丁ハローカメラ、またこれもレンズ、よいしょ、もうあの2つ目はいいな。2つも同じもの別に見なくていい、よいしょ。これね、同梱してくれりゃいいのに、同梱はね絶対拒否なんですよね。はい、FL28mmF3.5 ですね。カビありとのことですが、ないことはない、ないことはないけど、これはもうほぼバリモンですね、ほぼバリモンです。はい、これも1円でした。なぜこれを購入したかっていうと、FL 時代の広角レンズちょっと使ってみたいなと思って、まあ、そのうちね、ニコンさんとか比較しようとは思ってますけども、使っていこうと思います。はい、これも1円でした。送料がね、1200円っていうのがね、ちょっと残念なんですけどね。同梱してくれりゃね、ハローカメラからいくらでも買うんですけど、同梱してくれないんでね、そんなに数は買えません。で、結局同梱しないんで多分ね、1円落札になってしまうんですよね。よいしょ、あれ、開かねえ。で、これは個人の方からの出品物ですね、多分ね。よいしょ、おすごいゴミの量になるぞ。どこから開けるんだ、よいしょよいしょ、すごいゴミの量になるぞこれは、大変だぞ。もう厳重すぎるっちゅうねん。出てきました、またキャノン FT かよ。キャノン FT3 代目。これね、何のことはないです。レンズが欲しかったんですね。FL50mmF1.4 のね、1型がついてる、オークションでした。めっちゃくちゃ綺麗です。大当たり、このオークション。あ、ちょっと周辺部にカビがあるか。あ、でも全然使えるっすね。うん。はい、当たりです。これね、1200円でした。1200円で落札ですね。カメラはまあどうでもいいんだけど、
かちょっと音が変。マークは綺麗だな。マークは綺麗ですね。あ、切れてる。1000分の1切れてるな。あー、時々ミラーアップになるっていうのはこれか。油が切れてますね。お、スローガバナ生きてますね。ちょっと遅いかな。今までの FT の中では一番まともかも。まずまずの FT が来ましたね。FT ばっかりね、それでどうするんだって話になるんですけど、まあそのうちカメラプレゼントとかでも出したらいいのかもしれないですが、うん。電池室綺麗だな。電池入れてみるか。出てこいやこら。よいしょ。電池を入れてみましょう。よいしょ。これ本当はね、MR9 なんですけど、LR44 でもとりあえず動きます。大体大丈夫なんですよね。チェック反応しますね。チェック反応あり。バッテリーチェック反応ありです。よっ、レンズをつけて。なんと。ああ。動作品でーす。しかもこれ結構適正じゃないかな。今アーサーいくつに設定されてるんだろう。100だ。おお、いいじゃん。これいいぞ。うん、ちょっとね、粘ってますけどちょっと粘ってますけどね、これがね、露出系のスイッチなんですよ。 FT はこの露出系のスイッチのがセルフタイマーとね共用になってるんですけど、それがちょっと粘ってますね。ほらこんな感じね。うん、でもね、だいたい合ってます。うん、露出系使えますねこのカメラ。うん、油を差したらバッチリだな。古めかしいね。これは使えないな。ん？もしかして、あ、レンズバリモンだ。フィルターが汚かっただけか。大当たりだなこれ。やったー。これね、もうやったー、やっちまったコーナーのやったーですねこれね。僕がね、そのカメラを始めた時に持っていた、やつと完全に同じ構成ですね。FL50mm F1.4 の1型と、キヤノン FT の組み合わせ。ただ露出系は動いているので、僕が高校生の時に使っていた FT よりも上物です。これ落札金額が1211円だったかな。でね、送料がね、750円ぐらいだったと思うんですけどね。はい、そんなわけでね、今日のオークションですが、まあ、全体的に当たりでした。ヤフオクばっかりやってね、これね、
今日のね午前中にね、僕のね母親がね宅急便受け取ったんですね。で嫁はまだ知らないんですよつまり黙ってようかなと嫁が動画見たらやばいですけど、うちの嫁ね僕の動画全く見ないやつなんで、うまいことになると思います。はい、じゃあねまあ一応 OK ですかね。今日の、オークションはねいい感じのね FT 入りました。FT ばっか3台集めてどうするんだって話ですけど、これ別にカメラ本体はいらなかったんですけどね、そのうちカメラプレゼントに出てくるかもしれないです。はい、それでは次のコーナーっていうか、次のコーナーの撮影は多分違う時間になると思うんですけど、とりあえずこれ出品者にね、到着のね連絡を入れなきゃいけないんで、早急に開けたまでですね。で早く見たい早く開けたいのもあってね、ちょっと今長距離運行スタートしたばっかりなんですけど、動画を撮影しました。はい、それでは次のコーナーは多分、視聴者の、作品投稿のコーナーになっていきます。はい、到着から、開封から3日ほど経ちましたけど、まあこのカメラね簡易なメンテナンスで、まあ、ちゃんと動くようになってます。結構いい感じですね。レンズも、そんなにね汚れてなかったですし、露出計ちゃんと動いてますしね。このカメラ将来的に多分、カメラプレゼント用のカメラになっていくんだとは思います。まあちょっと気まぐれになりますけどね、どのカメラにするかは。3000人ね、チャンネル登録者3000名になりましたら、カメラプレゼント、またやりますんでね、交互期待ということで。はい、ではね、ここからは作品投稿のコーナーになっていきます。はい、まずね、トップバッターはジェームス親父さんか。2回目の投稿ですということでね、タイトルはちょっとないんですけど、写真2枚。カメラのね、富士 XT10、レンズがね、ジュピター8、ロシアレンズですね、ジュピター8 F2 で撮影されているということです。で、2枚なんですけどもね、これね、この写真多分ね、2枚とも、実絞り AE で撮ってるんじゃないかなという予想してますが、2枚ともね、メインの被写体が若干アンダーなんですね。まあ、1枚目はね、光が花びらに当たってるんで、どこに露出を合わせるかっていうことになりますけどもね、特に2枚目はね、メインの被写体が全部アンダーになってます。これね、やっぱね、こういう難しい場面ではね、マニュアルで撮らないとダメですね。もしくは露出補正をする。この2枚目の写真の場合だと、ISO100 で、シャッタースピード250分の1の F8 だと、向こう側に露出が合ってしまいますから、シャッタースピードを60分の1以下、125分の1か、まあ、そのぐらいに落とすか絞りを開けるか、どっちかにするといいと思いますね。日陰の被写体はだいたいこのぐらい、日向に出るとだいたいこのぐらい、だいたいね、こんだけハイライトシャドウがきついと2段ぐらい落ちてしまうと思いますね。はい、ジェームス親父さんありがとうございます。次はね、井上ひじりさんの、作品、3枚の組写真になりますね。タイトルがね、タコ山は子供らを見ているということで、1枚目がね、EOS M2EFM22F2STM、 2枚目が EOS M2、メイケ 35mmF1.7、 3枚目が、EOS KISS X7 EFS55-250F4 から 5.6ISSTM ということですね。この3枚なんですけども、1枚目はもう文句ないですね、これ。2枚目がね、ちょっとこれね、II傘の落書きを、撮ったものなんですけども、ちょっとね、被写体メインのね、するところがちょっとちっちゃすぎ、もっと寄った方がいいと思いますね。3枚目もね、問題ないと思います。これ3枚目なかなかいい写真になりますね。組写真としてはね、まあどうかなっていうことですけど、タイトルがね、ちょっと面白いタイトルなんで、これはこれで合ってるんじゃないかなと思いますね。はい、井上ひじりさんありがとうございます。次、菊内さんの、作品、これね、
2枚の組写真になりますね。タイトルがね、この写真をおかずにしてご飯食べれるということで、これね、アルファロメオのね、ジュリアスーパーっていうね、車のエンジンが下ろしてあったんですね、これね。そのエンジンを通った、エンジンっていうのはやっぱ機能美、がありまして、これなかなかね、メカメカしい写真になってます。で、撮影状況はね、必ずね、限定されてくるんですね。エンジン全体を撮りたくても、撮れないとかいうのがある。この1枚目のね、写真はなかなか好きですね。これツインカムのね、シリンダーヘッド。アルファロメオってね、ツインカムのね、エンジン作るのがものすごく得意で、GTV なんかはね、日産の VG エンジンのね、元になったとかも言われてますけど、めちゃくちゃ音がいいんですよね。菊池さん、ありがとうございます。次がね、一俊さんの作品、今回1枚で、タイトルが夢中にシャッター、カメラニコン D7000 AF-S18140G ということですね。これ、まあ、SL の写真なんですけども、見てもらったらわかるんですけど、これ、後ろの方で煙が途切れて、煙がなくなってますよね。これね、おそらくはね、僕の予想するところによると、完成走行に入ってるんだと思います。SL の写真を撮るときはね、できれば、発車して、その加速区間か、上り坂区間で撮るのが美味しいです。なぜかというとね、フルパワーをかけるんで煙が出るんですよね。SL の写真、まあ僕も SL の写真直接狙ったわけじゃないんですけども、まあ電車に乗ってたらよくわかると思うんですけどね、ブーンってモーターの音がして、んでスッと音が消えますよね。あれ、惰性で運転するんですけど、SL も同じことをやるんですよね。で、惰性運転すると煙が減ってしまうんで、できればこれね、ちょっと惜しかったですけど、もうちょっと加速してくれる感じですけどね、ほんの30メーター、40メーターですか、手前までは煙吹いてたのになって感じの写真にはなりますね。はい、一俊さん、ありがとうございます。次がね、イクオさんの、作品2枚。タイトルがね、A Very Fun Place か。カメラがね、ニコン FM、レンズが AI ニッコール 50mmF1.4、これ借り物のカメラということですね。フィルムが富士カラー100、憧れの鈴鹿サーキットへ愛車カローラレビンを運転して初めて行った時に撮影しました。単なる記録写真ですが、鈴鹿で二輪レースやっていたオタッキーさんの思い出の場所でもありますので投稿しましたということですね。これね、懐かしいですね。僕も鈴鹿ね、散々走って練習走行だけで100時間ぐらい走ってるんですけど、このヘアピンカーブのね、写真見たら分かるんですけど、ヘアピンカーブものすごく登ってるんですよ。これ登り高なんですよね。コーナーのアプローチまでは平坦で、アプローチしてからぐっと登るんですよ。歩いたらよく、僕コース歩いたこともあるんですけど、歩いたらよくわかるんですけどね。だからね、コーナーで進入してマシンを寝かした瞬間にガンってアクセル上げてやんないと失速するんですね。で、あんまり上げすぎるとね、スコーンって転んじゃうんで、難しいコーナーです。鈴鹿はとにかく謎解きみたいなコーナーが多くて本当に嫌いでした。イクボさん、ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで。ちょっと待機者が4名ほど出てるのかな。まだちょっとお待ちくださいませ。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、1名、オールドマンさんの俺のカメラ、オリンパストリップ35ですね。最近ジャンク1000円で手に入れたものを修理しました。まだ現像待ちなので成功かどうかは分かりませんが、修理は2回目で特に問題もなくできたので大丈夫だと思っています。見た目が可愛らしく使うのが楽だという理由で好かれているカメラですが、私の場合それだけではなくて、プログラム AE を完全にアナログ制御で行っているところにロマンを感じていますね。これを考えた人、舞谷さんですね、これね、はすごいなと毎度感心しますということですね。撮影がね、ファーウェイの P20 プロ、スマホですね。当時騒がれてたスマホでしたが、期待していた、大したことはありませんでしたということですけど、この写真なんですけどね、なんちゅうんですか、僕的にはね、構図をね、縦構図にしてもっとズバッと切った方が
かっこいい写真が撮れると思います。まあそれだとタイトル画面になりにくいんですけどね。多少のねフレームアウトをねビビることはありません。ズバンと真っ二つに切ってもねかっこいい写真が撮れたりします。ちょっと今ね出してますけど、まあこんな感じのね構造の方が僕的には好きです。僕は結構ね被写体による撮り方が好きなんで、まあそういうこともありますけどね。ありがとう、オールドマンさんありがとうございました。今日の動画はねやったやっちまったのコーナーはお休みになります。でちょっと喉の調子悪くてすみませんでした。昨日のね運行があまりにもきつくて、自己渋滞にねその前の日に巻き込まれて全然寝れなくて、で時間が苦しい仕事当たったんでね、もうどういう状態になったかっていうと、もう寝てしまうんでね、走りながら寝てしまうんで、もう大声で叫びながら走るんですよ。そしたら喉が潰れちゃうんですよね。なかなかしんどかったです。今日はね楽な仕事当たったから良かったんですけどね。はい、今日の動画はここまでになります。で次の動画はもう来週になってしまいますけど、次こそねこのカメラのレビュー行きますんでね、カラープラス200で撮ってますんで、なかなかねいい色が出てます。はい、じゃあ今日の動画はここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価ね、いつも言ってますけどね、高評価コメント、これがね動画のシェアにどうやらつながるらしいので、ぜひぜひ特に高評価も今すぐ押してくださいね、忘れないうちに。はい、また次の動画まで、お待ちくださいませ。次の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう、さよなら。